石川県に来て10年、この土地での暮らしを通し、日常の当たり前の豊かさに気づかされました。一方で耕作放棄や山林の開発により美しい自然が少しずつ奪われている問題を目の当たりにしています。私の名前は吉澤優也と言います。農園を持つレストランで料理人をしています。今回山村地区の資源における未来の可能性について考えました。人の営みは自然の一部であり、私たちのいる地域の現状を知ることで未来のための行動を取れるのではないでしょうか。イワナとそばは山村資源の危機と希望を表す食材です。何が危ぶまれ、何が将来の希望となるのか。近い将来絶滅が危惧されるイワナ、美味しく文化価値も高いイワナにスポットを当てることで、環境保全や養殖数の増加につなげ、観光資源や料理に生かせないでしょうか。古くから栽培されるそばは連作障害や耕作放棄の問題につながる食材です。栄養価が高く世界からも注目されています。この素晴らしい食材を未来のための一皿に仕立てます。イワナは2種類に加工します。一つは山村の保存の知恵が詰まった焼きがらし、もう一つはそばをまとわせて揚げたものに畑の間引きやくず野菜から作った甘酸っぱいタレを塗って仕上げます。水拭きとそばの実、梅干しとみょうがの花を盛ります。熱々のイワナを乗せ、地元の伝統に習い、九谷焼きに焼きがらしのコツ酒を添えて完成します。特別な日常は常に目の前にあります。そんな日常の情景をこれからも料理を通して表現していきたいです。